入っていきます合法な手7レースがスタート序盤の一取り2番月森3番三好3番の三好系一郎が先頭で先頭に追っていきました外枠の運馬勢が前を取ろうかという流れになっています2番の月森亮家は2番手に収まって初手は中段からのスタートになるようです1枠のあった1番の内野平水平ですがスタート動かず初手は後生からということになるようです 4番、加藤栄良太との連携で、1週間目の3コーナーのカーブ、ラインが3つで各ライン初手の位置取りが決まっています。まず3番の三好慶一郎が正攻法、前段からの競争を選択しています。昨日は急置に動いて後方になる流れでしたが、今日はスタートまで取りました。マーク、同県6番の田村正宏。こちは前走ならでは3日間確定を上げていましたが、2日目はコースをついて進出して2着に突っ込んでいました。 群馬のののの人人が先頭2番番番手手です中段は人気の2番の月森亮介3番手のストレス最近は勝ち上がり戦での絡みも多くなって、好調気配2番の月森。今の点数上の結果も出しています。勝ち上がり戦も含めて近況読6勝。長い仕掛けから横の動きまで流れに応じての総力戦を見せています。マークは5番車大谷健治。昨日はちょっとこう厳しい追走になっていましたが、近況は縦の足が出ています。抜いた方が車検は上位。 3番手、7番の三石康弘で、瀬戸内で3人が初手が中断です。1番の一の日康弘は後方6番手のスタートになっています。昨日一度動いて後方になる流れ、軌道が吐きの場面なかったんですが、今日どうでしょうか。1番を越したが、初手は後ろからの今日になっています。マークは軌道型4番の片尾両太。前日の番手戦です。残り2週半の視線を通過しています。 前から対3番、三好慶一郎が正攻法、初手中段は番の月森亮介、後ろ攻めから埼玉の2人、1番、一之輝昭、4番の門取涼太、両者が上昇です。赤番のホーム、先頭3番、三好慶一郎、まず1番、一ノ輝が切って前に出ました。2番の月森亮介の順番となっていますが、中段外にゆっくりと追い上げて、 1>, 1番の篠戸をジャマイの2コーナーで叩いて前に出ていきました2番の月森色助さあ1周半1ったしかし3番の三好も動いている2番の月森前々に行きますがかけません3番三好が叩いていってさあ2車で先行かしかし1番の篠平が戸がかましてくるかジの4コーナーから最終周先行対戦は3番の三好慶一郎です きました一応の石巻は3番手さらに外を踏んでくる内を突いて2番の月森さあインコースから2番の月森が先頭に躍り出てきました5番の大谷健二2番手7番の三石八尋3番手人気の瀬戸内の3人が出切って3コーナーのカーブに入っています逃げる2番の津森涼介さあ絶好カゴが大谷健二4コーナーから直線です先頭を見ました月森涼介5番の大谷健二番手から最後は差し切ったかあと7番三石も突っ込んでいます 7-0ス S 級の一般戦、ライン3 2での決着1番、一兵、3番、三好の動きもあったんですが一旦中断の止まった2番の月森、インからまくっていきましたしっかり追走から1番の大谷健治、差し切っていますあとは2、3着はどうでしょうか2番の月森と7番の三井氏、2、3着からのは接戦で応援したいと思います。決定までは